11月7日1日の取引を終えました。日経平均株価は続伸しました。昨日に比べて136円15銭高い18,496円69銭で終えています。今日も18,500円にワンタッチする場面があったんですが、結局終値では8500円に乗せられずに終えました。とはいえ続伸です。トピックスも13ポイント上昇の1490、そして東証2部指数日経ジャスダック平均がプラス、マザーズ指数だけわずかながらわずか1ポイントですがマイナスで終えています。マザーズ指数を除くすべての指数がプラスで終えました。日経平均株価冷やしチャートをご覧いただきましょう。金曜日にメジャー SQ が控えています。そうした中、大きく買ったり大きく売ったりとポジションをなかなか傾けづらいといったような相場が今日続きまして、今日は8400円台でおおむね推移しました。ただ5番終わり際に8500円台に乗せる場面がありました。とはいえ終値ベースでは8496円と、おおむね8500円どころでの膠着感の強い展開となっています。日経平均5分足で見ていきますと、 S q 絡みのポジション調整が入ったんでしょうか。5番2時半を回るあたりからこのように上げ幅を拡大して、ほぼ今日の高値のところで引けたというのが日経平均の動きであります。S q を睨んでさまざまな思惑駆け引きもあったようです。こうした中で買われている銘柄セクターとしては、相変わらずの強さを誇っているのが資源関連であります。その資源関連の一角でもある海運株です。9104商船三井のチャートをご覧いただきましょう。冷やしチャートこちらです。11月9日この日、大統領選挙の日でトランプさんの当選が決まると、一気に資源株が買われる流れに沿って、この海運株も右肩上がりを続けています。商船三井は連勝来高値を今日取ってきています。341円まで買われる場面がありました。非鉄金属価格ですとか鉄鉱石などの価格が上昇しています。そうしますと、そうした鉱物資源を運ぶ船、海運会社の業績も儲かるということで、海運株引き続きトランプのミクスを追い風に統制を強めています。また今日は東京市場の主力銘柄、特に外需関連も強い動きを見せました。代表格7203トヨタ自動車。トヨタ自動車はこのところ6500円どころでの持ち合いでしたが、今日はややそれを上抜いて頭を出すような動き、高いところで6860円まで買われています。今日は 2.6% 高しています。主力銘柄特に外需関連は強い動きでありました。逆に冴えなかったのが、東京市場でもディフェンシブセクターと位置づけられる銘柄であります。9437 NTT ドコモ。ドコモの場合は同業のソフトバンクが今日大幅高していたというところもあるのかもしれませんけども、冴えない動き、このところ陰線続きですね。陰線が5本連続で続いています。なかなか朝方の高値を抜けないまま、ずるずると引けにかけて売られて終わるという日が5日間連続で続いています。今日はこの緑の線25日線を割り込んで終えました。外需株が買われる中、ディフェンシブセクターから資金がやや逃げ気味、逃避気味でありまして、今日は 1.7% 安で終えています。今日の東京市場、日経平均株価は続伸、物色動向としては外需買いの内需売りといった相場付きでありました。以上、東証アローズからお伝えしました。